隣の晩御飯、ヨナシケです。今日はですね、西新宿にやってまいりまして、帝京落語祭りという、いわゆるですね、うちの協会がですね、ファン感謝デーとしまして、今日一日ですね、ファンの人と一緒にですね、遊ぼうというこういう企画でございまして、さて、どういう風になりますか、皆さん楽しみにしてください。突撃。ここが落語家の芸人たちの控室でございます。おはようございます。まずは会長から言っていきたいと思いますが、練習してる。ああ、どうも。あれ、今日驚かないの？はい、今日もういつものことですから。もう当然いるものだと思って、どうで今日はもう驚かないです。そうですか、はい、でいよいよ、はい、17年目の落語祭りが始まりましたが、はい、ね、今日はトロンボン持ってますわ。今日は、はい、今日はトロンボン持って、はい、なんか小杉さんから連絡が来て、うん、持ってこいって命令があったもんですから、うん、これ前あのお客さんからもらったやつ。あれだよな、簡易トロンボーンだよね。簡易トロンボーン、そう、プラスチック製のやつ、ね、素晴らしいですね。ちょっと見えませんよ。これも持ってた会長と前副会長がで今の副会長で、この3人がなんだかわけのわからない。なんだかわけのわからない。一生懸命いろんな準備してる。今あの前副会長はね、うん、あの携帯がうまく操作できないってずいぶん悩んでました。俺もできないんです。飛行機からイヤホン持ってきて、それを繋げてきたんだけど、席からイヤホンをね、くすねてきてね。すいません、放送されるっていうのは、考えてください。すいません。常に放送対応しない。あ、くれるやつ。どうぞお持ちください。くすねてきたと言うから。あ、まあ、その、この人のキャラから言うと、くすねてきたと。これね、悪いですけど、はい、これ見た YouTube 見た人は何の話するか全然わからないんですよ。あ、そうか。少しはさ、小遊三さんもさ、元副会長だから考えて喋ってよ。今のこういうのはあれでしょ、なんかやってる風景をこう撮って、うん、それでそこを面白いとこだけ流してんじゃないの、うん、違うの。いや、普通のテレビと違うんだから、あの使いやすいように喋ってあげないといけないんですよ、うん、あ、そういうもんなんだ。はいはい、だからなんとなく今多分どれに来た、これオープニングなので、うん、今日は頑張りますよとか、今日はもうお客さん編集する人にとったら、そう、なんかそういう前向きなことを今ここ語る時間なんですよ。だから小泉師匠、なかなか前向きに最近なってないんですけど、前向きなことをお願いします。前向きね、はいはい、今日はね、天気もいいしね、みんな張り切ってるから芸協祭りがバーンと行くような、頑張っとる。それですよ、そういうことを今日小出師匠さ、小出師匠求めてるんですよ。小出師匠、嘘つけばいいわけ。嘘じゃない、嘘じゃない、心の底から出た言葉ですよ。まあ、なるほどね、今の心の底から出てこの辺からです。だって今日入ってきた時いきなりさ、今日天気良くてよかったなって老人会だよって言ったんだよ。今日天気良くてよかったな、だんだんね、はい、小出さんと私、小出助が、はい、耳が遠くなってきてね。前向きの話、前向きですよ。前向きでもこうやらないと聞こえなくなっちゃう。前に向かないと聞こえなくなっちゃう。前向いて、しかも手でこうやらないと。耳を前向きにしないと聞けないんだ。手製集音機をつけないと聞こえない。このツーショットはちょっと、いいですね。あ、ちょっと。お互いの耳をちょっと。はい。え、お前もかっこよくなったね。え？もう今日は芸協祭り。今日は芸協祭り。お前前向き前向き。まだ、あ、まだ集合時間よりもうな、うちにいらんないから早くしよう。うちにいらないからですか。すいません。あの夢がなくなるんで。じゃあ夢があるようにな。お前どこの墓に入った？そこまで言ってないよ、まだ。俺はもう決めてやるよ。決めたと思う。あの、おくろと母が田舎で。芸協祭りの。まあ、だんだんこういう話をするようになってしまったっていうことなんですよ。ね。僕が入った時ですよ。
このお二人なんか若々しくって若手真打ちだったんですよ。怖かったのな、よく飲みに連れてもらいました。飲みに行くとなるとね、もう朝までだなって覚悟してましたからね。元気だったですよね。その、ね、もう影響が今出てきて、あの朝までってのはあるよ、でも飲んでないわ。ただ起きてそれ寝られないだけじゃん、寝つけ悪いだけですね。4時ぐらいからもうずっと起きちゃう。もうとにかく元気を祭りオープニングからとんでもない。頑張りましょう、はい、頑張りましょう、ね、お願いします。ありがとうございます、ありがとうございます。はい、どうもおはようございます、桂宮司です。元気だね。イエイイエイイエイ、二日酔いだよ。二日酔いだよ。やっこさんだよ風にお送りしました。二日酔いです。そうだよ、朝はい、はい、8時集合、8時9時集合で10時会場ですからね、うん、でもあのあそこにあのお酒売ってるんで、うん、あの飲めば大丈夫だと思います。あ、酒売ってんの？売ってます。しかも師匠も顔完全に疲れるんですよ。昨日ねやっちゃったんですね。ちょっと今日第5部の有料落語会、師匠とご一緒。有料落語会の時、はい、悪いですけど、はい、宮城取りね、米助宮司2人会で僕が鳥ですか、うんうん、俺2日いたんだから。いや 僕それまでにあのろれつまんなくらい飲んどきますんで。すいません、よろしくお願いします。今日もでも落語祭りで、はい、宮城なんか出てくるとありがたいね。何を言ってるんですか。もう一教会員、平教会員として一生懸命頑張らさせていただきます。もう荷物の搬入から搬出まで本当にやったの？やってないっす。うこういう嘘ばっかりついてる。いつも若いもんな、元気だよ。頑張ります。師匠だって私ぐらいの年齢40代半ば後半なんて元気だったじゃないですか、一番。ほとんど家に帰ってますもんね。ですよね。僕は帰ってるんで大丈夫です。こちらって探してんだけど、こっちは今あの可愛いミニ女性の格好をしてミニスカート履いて今うろちょろしてるけど、そういうイベントで企画で、だからすれ違っても気がつかないと思います。すごい似合ってたね。あ、そう、はい、ちょっと探すと面白いかもしれない。広報担当かなんかやってんじゃん。あ、そうです、宣伝部長やってます。宣伝部長、はい、こっち。じゃあちょっと宣伝部長探してくる。はい、行ってらっしゃい。はい、どうもね。こちらくいる？こちらく探してる。あ、さっきいたんだけど、ね、あんなか、ここあれか、男女逆転症いるか。こちらくいます。おお、なんと今迷宮中でございます。え、あ、男女逆転だから。そうです、ご苦労様です。ゆきち、はい、お前お化けみたいな。あ、でちょっと反対のこれ見て、はい、じゃあ目こちらくがちょっとこれで一旦宣伝部長でしょ。で、今日のテーマは、うん、母親澤部恵子です。かわいいっしょ。で垂れ目は良くないね、もっと上がりにくい、上がりやすい、上がりやすい、ちょっとどうできるからちょっと、うん、なあらまま見て、ちょっとこの男の格好だよ。すいません、はい、大丈夫、あ、どうですか、え、これ誰だ、これ楽助師匠です。ちょっと恥ずかしいわ。今日結婚したばっかりなの。とねババオだな。フィリピーナでございます。日本人と楽助の隠し子なの私。楽助がバリマンジなんで、ん、女書いた時にできちゃったの私が。よろしくお願いいたします。うちの何でしたっけ、名前、ラッコ、ラッコ・ジョセフィーヌ・モンローと言います。ラッコ・ジョセフィーヌ・モンローでございます。長いんですが、すいません。こうやって今ですね、この楽屋は狂っておりますんで。突撃、今年も実行委員長させていただきましたマメラの小林です。よろしくお願いします。今回、ありがとうございます。テーマが芸協から世界へということで、いろんなところに芸協の良さを発信したいと思って発信しましたところ、昨日なんと芸協落語祭りトレンド入りしました。皆様のおかげです、ありがとうございます。会長、ありがとうございました。ビバリーヒルズ、皆さんこんにちは。
座布団の上に自由と平等を。座布団困って。我々はですね、常にですね、皆様のおかげをもちまして、運営をしております。最後までよろしくお願いします。怪しいもんではありません。集まってるよ。あれと何言ってるか分かんないけど、集まった人数の割には盛り上がりがなくて、でもまあ一応これだけの人数が集まれば世間体はいいですわね。あと内容の問題なんですが、内容は皆さん方の責任でございますので、今日一日よろしくお願いします。ユーチューバーの米助師匠。じゃちょっと持ってて。どうも、水原一平です。今こうやって逃げてまいりました。最悪は私が宮城と落語をやらなきゃいけない。いいじゃないですか。疲れますんでよろしくお願いします。どうも皆さん、今日は本当によろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。宮城さんお願いします。よまかろん、どうも、すいません、どうも6代目神田伯山です。よろしくお願いします。翔太師匠、小遊三師匠、米助師匠出らっしゃるのに、まだ私は伯山を見つけておりません。あいつもしかしたら今日来ないかもしれないんで、そしたらみんなで悪口を言ってください。皆さん今日一日楽しみましょう。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。引きしちゃったよ。なんでそっちにいるんですか。いいじゃない、俺は報道人なんだから。一番の見どころはですね、芸人が常にどっかでうろうろしてると、そこでまあいろんな交流を持てるというのが、僕たちも楽しみにしておりますし、ぜひですね、捕まえていただいて、サインなり写真なり何でも応じますので、そちらの方を楽しみなさいということです。開演前からこれだけ集まったというのは今回初めてでございましたね。世の流れというか何というか、これはね、会長の雰囲気があるんですよ。会長の雰囲気はね、芸に甘くて遊びに遊びに強いから、こういうことをやると、あ、翔太ならっていうんで集まってくれるお客さんも結構いるんじゃないかなと、思います。だから雰囲気が柔らかい雰囲気で、よろしいかなと。芸人から報道陣に行っちゃった人。突撃笑点特大号をご覧の皆様、こんにちは。どうも、落語界一の食いしん坊、せきせき天のぼるです。よろしくお願いします。お願いします。ですよ。そして米助師匠が鳥で何をやるんでしょう。何、俺鳥じゃねえぞ。鳥じゃねえぞ。いや、主任頑張ります。あんたが鳥取ってくるのが喜んでるんだよ。写真ほらほら
逆に撮られてますけどね、俺は撮ってますよ。いいよね、撮ってもね。超いい笑顔。俺、夕方に人気あるわ。いや、お安くします。あの、ご自宅にご飯食べ行きますでしょうか。子供はね、ありがとうございます。はい、突撃。いや、あのね、あの本当にあのコロナで実際なんか来たよ、うちのユーチューバーがあのね、あれがこういうことができなかったんで、久しぶりにできて、あの嬉しかったです。またたくさん来ていただいてね、またあのなんていうんですか、あのブリッジ協会のお客さんは品がいいんで、お本当だね、接していても楽しいですよね。それはあの落語協会とは違うってこと言いたいわ、うん、アンに言いたかっただけなんですけど、本当、はい、お疲れさん、おお、じゃあ、あの元会長、ご挨拶お願いします。はい、みんな来るね、ご挨拶というほど言いたいことはありません。でも10時からね、4時まで怪我人も一人も出ず、無事お開きということでございます。どうもありがとうございます。ありがとうございました。来年度の芸協落語祭りの実行委員長は私ではありません。3年連続やりませんよ。三遊亭祐吉師匠です。よっ、固有なもんから期待が欲しい。今すいません、今ゆうきさんですっていう紹介だったら、師匠の声出し人がゆうきかって。ゆうきが自己委員長になったことで来年は私欠席です。バカ野郎。三遊亭祐吉でございます。小遊三門下の秘密兵器と言われておりまして、秘密を平気で喋る男。来年は5月の25日、はい、決定しております。一、はい、つ皆さん来年もよろしくお願いいたします。はい、またぜひ来年もよろしくお願いいたします。それではあの来年が、いい年になりますよ。早い。皆様のお幸せと、はい、そして、公益社団法人落語芸術協会のますますの発展と、ある団体がもっともっと持続していくように、落語界全体が盛り上がりますように、皆さんの三本締めよろしくお願いいたします。よーっ、よっ。